こんばんばは。4月1日土曜日のバッハプラザです、えー、今日から年度変わりということでね、新たなスタートを切られた方も多いのかもしれませんまあ、その新年度初日は気温も上がりまして汗ばむような陽気となりましたそんな中本日県内公営競技なんですがボートレース戸田のみの開催となっておりまして今晩のバッハプラザはそのボートレース戸田について、えー、それを中心にお送りする30分間となりますが 昨日もお伝えしました通りですねこのバッハプラザも新年度からリニューアルいたします新たに MC が3人加わりまして計5人の MC 体制ということになるんですがなんと本日はその MC5 人が勢揃いということで番組の後半で皆さんにご挨拶をする時間を設けておりますぜひ最後までご覧いただきたいと思います さて番組のエンディングですが今日から新年度、新しい環境を始めた方も多いのではないでしょうか、えー、このバッハプラザでは月曜、火曜担当でした堂前アナと木曜担当、八木アナが卒業されました。 え私吉原は引き続き金曜日と土曜日を担当させていただきますそして小川穴も引き続きですね日曜とえ水曜日を担当するということになりますそしてプラス新たにですね3人の MC が加わりますということでまずはですね小川穴と月曜日担当の小屋敷穴に来ていただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししま,すまず早速なんですがお一人ずつコメントお願いできますかはい、はい はじめましての方もいつもご覧いただいている方もこんばんは2021年6月から MC を担当している小川真希です今吉原アナウンサーからも皆さんにお伝えしてもらった通りですね水曜日と日曜日引き続き担当しますのでよろしくお願いいたしますお願いしますはい。そして小屋敷アナ。やな、はい、4月から月曜日を担当することになりました小屋敷翔吾と申します これまでラジオの競馬中継を担当してきましたえ今回テレビは初めてなのでちょっと目線をどちらに持っていったらいいんだろうとちょっと戸惑っておりますえカメラ目線も慣れつつ公営競技の楽しさ、面白さを伝えられるよう頑張りますよろしくお願いします非常にフレッシュな印象の小田敷さんなんですが、<laughs> 20代でいらっしゃるということでね新しい風をね巻き起こしてほしいんですけれども、はい、私を競馬の実況もよく聞いてますあ、ありがとうございます、はい 競馬以外に関してはどうなんですか？いやそれがまだまだ勉強中で、はいええ、もう本当にわからないことばっかりなので、うん、今必死に勉強しているところです。そうですか。はい。ただ個人的には自転車に乗るのがすごい好きなので、はいええ、競輪をもっともっと詳しくなりたいなと思っております、うん。はい。プロフィール見たらなんか日本一周もうちょっとだって。うん まだあの1500キロぐらいあるのでまだまだなんですけど <laughs> まあまあですけどね <laughs> はい頑張ります、まあ、ハプラザ担当しながら頑張って達成していただきたいとそうですねそちらもはい、はい、頑張ります,りますそして小川さんはい私たちは先輩ですよそうですね ちょっと先輩風吹かせましょうね。<laughs> そうですね。ねちょっといょ。<laughs> ないや、そんなことないですよ。ね、みんなで協力して、また番組盛り上げましょう。ね、引き続き頑張っていきたいと思っております。はい、ということで、小川さんは日曜と水曜を担当。はい、そして、小屋敷さんが月曜担当ということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。一緒に盛り上げてまいりましょう。はい、そして、続いては、火曜、木曜を担当する。女性のお二人でございます。自己紹介お願いします。はい 皆さんはじめまして今月から毎週火曜日を担当します立テヤハと申します私自身まだまだ勉強することも多くて日々勉強中なんですけれども私自身楽しみながら毎日頑張っていきたいと思いますので皆さんにわかりやすく正確な情報をお伝えできるように頑張りますどうぞよろしくお願いしますお願いしますそしてはいバッハプラザをご覧の皆さんはじめまして 木曜担当の大寺香里です。私は他の皆さんと違って公営競技4つとも初心者なのでただいま猛勉強中です不安もありますが私のような初心者の方にも楽しんでいただけるように、まあ、その初心者ならではの視点というのを生かして分かりやすくためになる30分お届けしていきたいと思います。よろししくお願いします。 はい、もう勉強中ということなんですが、はい、まあその一環としてですかね、お二人県内各レース場に足を運んでレース見たり投票したりされたそうですね。はい、どうでした？私は以前、はい、あの裏話競馬のコーナーを分<え>あの ラジオで担当していたんですけれどもなので浦和競馬は行ったことがあったんですが他の場は初めてで本当に場によっていろんな色があって違って楽しししいいい。なと思また。たでですか。はお寺さんどう私はの場っていうことすら初めて知ったくらい本当に初心者なんですがすべて行かせていただいて特に驚いたのが戸田のボートレース場もうファミリーがたくさんいらしててかなり。 印象が変わりましたうそうなんですか、うん、そして入った情報ではタテさんは、はい、小川さんとなんか怪しい関係にあるって聞いたんです実は小川さんがですね、はい、私の大学の一つ上の先輩でしてそうなんですかこのバッハプラザでおよそ10年ぶりに再会を果たしました奇跡のバッハでの運命の再会ということで嬉し、はいですこれまた何か生まれそうですねいですはい、はい、ということでタテヤさんが海洋担当大寺さんも今日担当いということでよろしくお願いいたしますお願いします さあ最後はせっかくですので5人集合してみましょうか、はい、曜日担当基本ですからなかなかファイブショットは貴重なね、うん、えーシーンだと思うんですけれどもまたこういったシーンがあればいいですけどもね,ねはい、5人力合わせて県内攻撃競技盛り上げていきたいと思っております、はい、さあ明日ははい明日はボートレース戸田についてお伝えする30分間みんな大好きスーナカさんも登場となりますご覧くださいはい新しいバッハプラザこの5人で盛り上げてまいりますのでよろしくお願いしますよろしくお願いします